イスラームにおけるイーサー。イスラームにおけるイーサー。ラテン、文字転写例、イーサーは、ナザレのイエスのイスラム教における故障である。キリスト教において、キリスト、救世主として、信仰の対象とされるイエスは、イスラム教では、イーサーと呼ばれ、イスラエルの子ら、バニー・エスラ・イールを、新しい刑事インジールのもと導くために送られた、預言者と位置づけられる。 本校ではイスラームにおける預言者としてのイーサーについて解説する。ムスリムはクルアーンを神からの最終啓示だと信じているが、これによればイーサーは神、アンダーの命じた奇跡すなわち諸女解体の結果、マリアム、マリアを母として生まれた。イーサーを探索する動きから逃れられるよう、イーサーは奇跡を起こす力をすべて神の許しのもと得た。イスラムの教典によれば、 イーサーは殺されることも貼り付けにされることもなく、生き続けて天国に上がったとされる。イスラームの伝承では、イーサーは、最後の審判が近づけば、地上に戻り、死法を復活させて、偽のメシア、ある、マシアドデジョル、偽メシア、反キリストを打ちまかすと考えられている。イスラームのすべての預言者同様、イーサーはムスリムであり、人々に向かって、 神の意志に服従してまっすぐに進むよう説教したと考えられている。イスラームは、イーサーは、人の姿をした神である、あるいは神の子であるといった考え方を拒絶しており、イーサーは常人であって、他の預言者同様、神の言葉を広めるために選ばれた人間であると主張する。イスラームの経典は、シルク、シャーク、神以外のものの深化を禁じ、タウヒード、トト、 神の唯一性の概念を強調する。クルアーンの中で、あるマシ、油を注がれたもの、清められたもの、メシアなど、多くの称号がイーサーにつけられるが、これはキリスト教の教義による意味付けとは一致しない。しかし、イスラム教の救世主とは、世界を支配し、平和を確立し、すべての宗教をイスラム教に持ち込み、 宗教を正義とするために、神がイエスを選択したことを意味する。しかし顕著な称号に限っては、アラブのキリスト教徒もしばしばこれを使用する。イスラームでは、イーサーは、ムハンマド、マホメットの先駆者であり、ムハンマドの出現を予言したものと認識されている。ムスリムは、マルヤムによるイーサーの諸女解体を信じており、厳密な諸女解体の記述はない。 クルアーンでもいくつかの章にわたって語られている。クルアーンの物語によれば、寺院にこもっていた不妊の女、マルヤムを、天使、ジブリール、ガブリエルが訪れる。神の行動や伝達をジブリールが代理することは、イスラームでは一般的である。彼は、マルヤムに、イーサーの受体を告げる。マルヤムは驚愕したが、これは、自らの諸女性を神に制約して保持する、つもりだったからである。 天使は、マルヤムを安心させて、この受胎が神にとっては容易なことであり、神は、マルヤムに人類への印を示し、神からは慈悲を示すことを望んだのだと告げた。クルアーンでは受胎は、アダムの想像と同じく、神の想像的転移による結果であると述べている。クルアーン釈義学者の幾人かは、この出来事は、イーサーの解任に帰着すると解説する。その後、 マルヤムは遠い場所に避難した。イーサーを産み落とした後、マルヤムは出産の痛みに襲われ、ヤシの木の幹の付近で休んだ。イーサーは、ゆりかごからマルヤムに木を振ってその実を取り、イーサーの解任によるスキャンダルを心配する、マルヤムの恐れを和らげるよう告げた。マルヤムは、新生児を家族に見せ、口さがない噂を黙らせるために、イーサーは次のように宣言する。 私は神の使用人である。神は私に聖書を与え、私を預言者とした。どこにいようとも、神は私に祝福を与えた。神は私に祈りを命じ、施しを与え、私が生きる限り、同様に母を大切にするよう命じた。イスラームの教典によると、イーサーは神に選ばれて、絶対唯一神の信託と神の意志への服従を、イスラエルの子らに説いた。 ムスリムは、神はイーサーに、新しい啓示、インジールを示し、また以前の啓示トーラーの正当性をも宣言したと、信じている。クルアーンは、インジールの優位を解き、インジールはそれを支持する者に平穏で哀れみに満ちた、心をもたらす聖書だと説いている。ムスリムは、これらの聖書が時と共に、文面解釈ともに歪められたのだと信じている。イーサーは、 彼の言葉を信じた弟子たちの援助を受け、自信らを、アンサール、アンサル、神の助力者と称したとクルアーンは述べている。彼はまた、母、マルヤムを訪れたのと同じ精霊の支援を受けた。イーサーはイスラームにおいても、預言者の使命を与えられた証拠として、奇跡を起こしたと描写されている。こういった奇跡は、すべて神の許可を得て行われた。例えば以下のようなものである。 ムスリムの記述の中には、イスラムの預言者、ヤヒヤー・イブンザ・カリヤー、先礼者ヨハネとしても知られるがパレスチナに赴いた、際に、ヨルダン川のほとりで、イーサーに出会ったと記されたももある。イスラームの記述では、ローマ人とユダヤ人の手によるイーサーの貼り付けとしを明確に否定している。クルアーンでは、ユダヤ人はイーサーを殺そうとしたが、殺しはせず貼り付けにもしなかった。 しかし同様のものが彼らに示されたという。代わりに、イーサーは生き延びて、神の元に登ったという。ムスリムの伝承によれば、イーサーは、替え玉とすり替わったのだという。その替え玉は、キレネのモンだったのではないか、また、イスカリオテのユダのような弟子の一人であったのではないか、とる説がある。イスマー・イール派の解説書の一部や合理主義者は、イーサーの体は貼り付けにあったが、 イーサーの精神は引き上げられたと主張する。しかし通常、この解釈は否定される。イスラーム百科事典によれば、貼り付けを主張する説は、満場一致で否決されたという。M ハイエクのような現代の注釈者は、因文を解釈し、貼り付けが、彼ら、つまりユダヤ人には、このように思えたのだと述べている。ムスリムである、イラン人の映画監督が、イエスは十字架に吊るされず、 イエスを裏切ったイスカリオテのユダが代わりに十字架にかけられて死んだという設定の映画を作り話題になることもあるどイスラム教徒の間でイーサーは貼り付けにあっておらず代わりにユダが処刑されたという話は広く信じられているムスリムはイーサーがこの世の終わりに近い時期に再臨すると信じているクルアーンの一節は将来のイーサーの復活について 以下のように歌っている。イスラームの伝承によれば、イーサーは、マフリー、正義の導きによる、戦の最中に降臨すると考えられている。マフリーとは、イスラームの終末論では、イスラームの救世主として知られており、ハンキリスト、あるマシアドデジョル、ニセメシアと、その支持者に対抗するものである。イーサーは、ダマスカスの白い凶狼に、 黄色いローブをまとい頭に油を塗って氷にし、マフディに加わって、ニセメシアと戦う。イーサーは、イスラームではムスリムであり、イスラームの教えを遵守するものと思われている。最終的にイーサーは、ニセメシアを圧倒し、すべての経典の民、あるアルキーターブ、ユダヤ教徒とキリスト教徒を言うが彼に従って、イスラームの教団一つにまとまるという。マフディの死後、イーサーは、 指導的役割を果たすことになる。これはイスラームの物語では全世界の平和と正義の時となる。イスラームの文章もまたヤージュージーとマージュージー、つまり地上に破壊を引き起こし拡散させる古代巨人のゴグマゴグの様子に触れている。神はイーサーの祈りに応じ彼らの首に虫の一種を送り込んで殺す。イーサーの統治は約40年で、 その後彼は死亡するという。ムスリムはイーサーのために葬儀の祈りを捧げ、マディーナにあるムハンマド、アブーバクル、ウマルイブンハッターブ、ムハンマドの共有で、それぞれ第一代、第二代の正党カリフの傍らの空の墓に埋葬されるだという。イーサーはクルアンに様々な故障で記述されている。最も一般的なのはマルヤムの息子という形であり、 しばしば別の称号の前に置かれる。イーサーはまた神のナビーでありラスールであると認知されている。ワティー、ワジー、現世と来世の評価に値する、ムバーラク、ムーバラク、幸運な。他者への利益の源、アブドゥッター、アブットアラ、神の召使いの子すべてが、クルアーンでイーサーを指している。しばしば使用される称号には、他にメシアを意味する、アルマスイーフがある。 これは、キリスト教におけるメシアの概念とは異なり、例えばイーサーを含むイスラームのすべての預言者は死を免れることはできず、いささかの神聖をも分け与えられていないとみなす。ムスリムの釈会学者は、クルアーンのメシアの子の使用について、天の恵みと栄誉により性別されたイーサーの地位を示すもの、あるいは盲人の目に油を注いで清めるなど、 病気治療を助けた子を示すものと説明している。そして、このタイトルは、イエスが世界の最後の日に正義と平和を確立する世界の天皇であることを意味する。イスラームの教典は、イーサーは神の正当な伝達人であるという考えに従い、イーサーが神あるいは神が設けた子であるとの考えを拒絶する。この教義は、イスラームによればシルクであり、神と 対等な提携を結んで、神の唯一性、タウヒードを否定したに等しい。クルアーンの因文には次のように記される。キリスト教の教義である三位一体の考えは、同様にイスラームでは拒絶される。こういったイーサーの神聖の概念は、神の啓示を人が歪めた結果生じたものだとムスリムは言う。イスラームの見解では、イーサーは普通の人間であり、神の意志への服従と、 神だけへの崇拝が救済をもたらすと説いた人物である。このようにイスラムではイーサーはムスリムであり、すべてのイスラームの預言者と同等にとみなされる。イーサーはムハンマドの先駆者であり、ムハンマドの登場を予告したものであるとムスリムは信じている。クルアンによればイーサーはアハマドという名の伝令の良い知らせを伝えたという。 ムスリムはアハマドからムハンマドを連想する。どちらの名前も HMD の三神語根の発音に由来し、称賛に値するものに言及する。つまりアハマドはムハンマドの名の一つなのである。ムスリムはまた、イーサーは新約聖書でパラクレートスに言及しており、この精霊の接近がヨハネによる福音書で予告されていると主張する。イスラームの注釈者は、 キリスト教からイスラームに回収したものを含め、原始ギリシア語、ベリクルートスが語源だと主張する。ベリクルートスとは、有名な、結出した、称賛に値するといった味で、アラビア語に翻訳するとアハマドとなるのである。また彼らは、この語は、キリスト教徒によって、パラクルトスに置き換えられたとも主張している。クボアリマはこの、置き換えについてムハンマドが不正確な聖書知識のもと、 誤解した結果としている。イスラームの禁欲主義あるいは、神秘主義的文学、例えば、ガザーリーの宗教諸学の最高といった文学の中で、イーサーはムスリムに広く崇拝されている。これらの作品は、イーサーの貧困、崇拝への没頭、世俗の人生からの帰りやその奇跡に重きを置いている。こういった序実にはまた、イーサーが言ったと思われる勧告や説教が、 含まれている。後に、スーフィズムの注釈書は、キリスト教の福音のうち、自分たちの禁欲的描写に一致するものを、本案している。スーフィの哲学者、イブン・アラビーは、イーサーを、普遍的神聖の印だとし、イーサーの信仰の美質、また、彼は、リビングブレスの鍵を手にしており、また彼は現在、エーステート・オブ・デプリベーションジャーニーイングにある、ことを、 その湯とした。広く認められた論によれば、以下のシ句は真っ赤で掲示されたという。マディーナで記されたシ句の一覧は、以下の通りである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。